楽しんでいくことを目の前に感じて、第8回のプレミアムデーを開催いたします。開催。はい、ありがとうございます。HKS プレミアムデーではまず中肉がタイムアタックですね。これが行われてですね、全国のチューナーさんたちが手塩にかけて作ってきたマシンたちがこの富士スピードウェイを走ることですごく皆様の興味を引くと思います。そしてですね、皆様が普段乗っている、車で走行する、ハイパーチャレンジという走行会のクラスもあります。そして HKS の新商品が展示されているプレミアムサロンというものがありましてですね、そこには HKS がこれから、発売しようとしている商品であったり、あとは今まで HKS が作ってきた商品だったり、いろいろな商品が展示してあります。チューニングは俺にとってはやっぱり夢なんですね。やっぱり車がずっと好きでチューニングやってきて、それで HKS と知り合ってずっとここまでやっぱチューニングで一筋で来ましたんで、やっぱりもう全てそこにかけようかな。それともう一つはね、辛いこともいっぱいあるけど楽しい。圧倒的なパワーですね。誰にも負けないパワー。本来そこがチューニングの原点だと思っています。まあ、今まではそれが04であったり最高速であったり、まあ今は習慣になってますけども、根底にあるのは誰にも負けないパワーアップの一言に尽きると思います。この車はですね、僕たちの目標はやっぱストリートスペックなんですね。ストリートも走れて、そのままサーキット行ってサーキット全開で走って楽しんで帰ってこようという車なんです。本ちゃんはですね、やっぱり今までずっとやってきて、うちが、富士でね一番時計出してやったぞと思ったら、その翌年は菊池さんのところはテクニカルがナンバーワンになりましたしね、やっぱり今度はリベンジということで、菊池さんのところの車をですね、昨年、こちらの GTR で HKS プレミアムでラジアル最速をいただきましたんで、今年も、それに、見合うような走りをしてレコードホルダーを死守したいと思います。今日のプレミアムデーはもうベストを取れてもう最高の気分です。思っている以上にタイムも出ましたし、何よりもまあお客さんをはじめ、まあ、みんな喜んでくれたもんですから非常に良かったと思います。今日は本当に悔しい一日でしたね。86の方の NV は非常に速くてナンバーワン取れたんですけども、GTR の方がですねやっぱり、テクニカルに負けましたんでね、その分が非常に悔しいです。だからそれを今度もう一回セットアップを煮詰めてですね、加入時と乗りやすい車を作ってですね、